男の子の呼びかけは無視っすか？何それ、セラピアーズ。なんであの二人だけちっこいん？何？誰か来たがに？ああ、今日はゆうかちゃんと遊ぶ約束してたんだった。いっけね、早く支度しないと。まあね、なんだかんだ言って小学生やもんね、まだ。急いで出かけよう。急がなきゃいけないらしい。お待たせ。もう遅いよ、あゆな。ごめんごめん、すっかり忘れてて。相変わらずマイペースだな。それじゃ、サンセットモールに行こっか。小学生が二人でショッピングモールだと？なんてことだ、大人だな。サンセット、え？あと一人は？二人じゃおるんじゃなかったん、友達。おーし、あ、間違えた。これはチャリに乗ったら、おお。待って、速攻で降りた。めっちゃ速攻で降りた。ん？博物館の横におるのは？雲外鏡？何がおるん、あれ。この辺に、あ、雲外鏡や。なるほど、ここにも雲外鏡が。あれ？でも雲外鏡のマークじゃないんやね。なぜ？別に関係ないんかな、それは。あ、登録せんといかんのか。へいへい。ほい。見つけていただきありがとうございます。私の鏡の世界を通れば、遠いところにもひとっ飛びでございます。雲外鏡が目を覚ました。この場所にワープできるようになった。あ、なに、寝よったん。雲外鏡を使ってワープ。いやー、いいよ。ゆうかちゃんとサンセットモールへ行こう。全然違う。なんかめっちゃ釣りしよる人のとこに行ってしまった。ここはステージだな。そしてサンセットモール。あれ、ここは全然違う場所だな。運搬通路。そんなところにゆうかちゃんを連れて行ってはいけない。あ、もう破れかぶれ委員長おらんなっとるね。ね。サンセットモール到着。めっちゃスキップしよった今。サンセットモールっておもちゃ屋があったよね。もしかして行く気じゃないよね。お願いします。ほんのちょっと見るだけ。ちょっとだけだよ。優しい、ゆうかちゃん。おもちゃ屋さん、おもちゃ屋さん。あ、ちっちゃい子がいっぱいおる。なにこれ、迷子かな。私は迷子よ。パパとママとはぐれて困ってるの。早急にパパとママを見つけてくださらない？しっかりした子だな。なんてしっかりした迷子なのかしら。すげえな。ああいう子やったら、まあでも、泣き出すこともなさそうやし、大丈夫なんじゃない。サンセットモール地下1階。あ、すげえ、後ろからもちゃんと降りてくるんやね。お、この辺なんかおるよ。もしや、ぬいぐるみ。え、違うな。ん？どこに何がいるんだ？ん？なんもいないけど。もうちょっと、こっちの方か。あ、この辺？さあ、どこだ？何がいるんだ？ん？なんもないよ。あ、この辺今なんか、ん？これか。立て札や。これ何しようんやろって思われんかな、ゆうかちゃん。謎の立て札を見つけた。よし。この妖怪、だーれだ。1、ポカポカ族。1、階層階のトップダンサー。1、エキス出てるかーい。誰だ？わかめダンサー。なんかそんな名前じゃなかったっけ。ね。かな。わわわわ。何気に名前違うかもしれん。どうすか。あー、外れだ。外れたらなんか罰ゲームとかある、これ。いや、特になさげやね。違いました。また今度挑むよ。このプラも見たことない。これって最新のやつ？
えっひゃー、こんなの出るって聞いてないよ。またお金貯めなきゃな。いやー、でもこの配色センス、わかってるなー、たまんねっす。ちょっと。あゆな、そろそろ出ない？お、なんか男の子が。お姉ちゃんたちもロボット好きなの？私は別に。ねえ、あゆなってば、買わないならもう行こうよ。うん、そろそろ出よっか。え、男の子の呼びかけは無視っすか？ゆうかちゃんは確かに反応してあげよったけど。やっぱロボットっていいな。一度でいいから巨大ロボを操縦したい。あゆなは変わってるよね。それよりさ、そろそろスイーツとか食べたくない？その巨大ロボットを操縦するっていうのが VR でちょっと現実になるけんね。そうだね。興奮したらお腹空いちゃった。よし、決まり。じゃあカフェでちょっと休憩しよっか。ゴーゴー。サンセットモールのカフェに行こう。てかさ、これぐらいの年の子って一番なんかこういうの恥ずかしがるよね。カフェカフェ。ここで何？ケーキでも食べるの？ん？下の階かもしや。は？下の階っぽい。あ、下の階、こっから降りるってことか。なるほどね。あ、そういうことね。はいはい。いらっしゃい。いらっしゃいませ。すみません、パフェを一つください。お願いします。私はショートケーキをください。お願いします。それと、ロイヤルパンケーキもお願いします。食いすぎじゃね？よく食えるね、そんなに。うまい、甘い。もう一個頼んじゃおうと、まだか。そんなに食べたら太っちゃうよ。いやいやいや、平気平気、そう簡単に太らないって。ウサピオも何気に。あれは何？あ、銃を持っとるだけか。ならいいけどさ、この後どうしよっか。そうだ、気になってた映画があるんだよね。そうなの？じゃあ次は映画だね。小学生がどんだけお金持ってんだよ。サンセットモールの映画館に行こう。ゴーゴー。いいね、おじいちゃん連れてきてもらったんかな、お父さんかな。わー、お魚たくさん。お父さんっぽいね。勝手におじいちゃんにしたけど。おばさんだったわ、性別まで違ったわ。ほら、ガラスを叩いちゃダメよ、お魚さんがびっくりするでしょ。映画館ってどこだ？1階。お、なんかハテナ。ちょ待って、めっちゃなんか反応してんだけど。これだ、これ以外の何物でもない。待てよ、あれでしょ、ホットケーキでしょ。ほら、ホットケーキを見つけた。この子前にも戦ったよな。無視しとこう。かわいそうだけれども。ここ調べれるの？この時間は2つやってるみたいだね。あー、じゃあさ、せーので見たい方を指ささない？右側どういう状態かよくわからんのやけど。それじゃ、せーの。まあ、左は恋愛ものだろうな。だよね。絶対被らないと思った。ヨジラやって。あ、待って。私の見たかった映画満席だって。じゃあ怪獣戦争に決まりだね。ま、仕方ないか。系統違いすぎるけど大丈夫なのそれ。楽しそうだな。こんな怪獣がこの街にも来たら、想像しただけで興奮。なんでそんな嬉しそうなの？きっと来ないと思うけど。わかんないよ。ちょっと。ほら、もう始まるよ。楽しみ。なぜ友達なんだろうか、この二人は。絶対会わなさそうなんだけど。熱い映画だったね。すっごい面白かった。怪獣映画ってあんなに迫力あるんだね。お、新たな世界へ。トゲトゲしてごつくて大きな体。ギロッと力強く睨むつぶらな瞳。いやー、たまんないよね。ゆうかちゃんにも分かっちゃいましたか。そこまではちょっと、わかんないかな。まあよくこういうデコボココンビはおるよね。友達同士でも。正反対じゃね、みたいな。
今日はどんな依頼が来てるかな。何？ハク、なんか依頼届いてるだに？てか朝になったけど、これはまた別の日ってこと？依頼ではないのですが、こういうものが届いておりまして。見覚えのあるプラモデルがあゆうさ探偵事務所に届いていた。この間の？プラモ？もしかして、返品されちゃったの？はい、こちらにお手紙が。え、何？どうした？先日はお世話になりました。いただいたプラモデルなんですが、息子に渡すとこれじゃない、と突っ返されまして。私が持っていてもどうしようもないので、すみませんがこちらをお返しします。だそうだに。マジか。そんな、最高のプラモができたと思ったのに。まあしょうがないよ。まあでも、息子さんの気持ちはわからなくもないんだよな。自分で組み立てたプラモってのはさ、それはもう我が子のように愛し。何？ブリー隊長からだに。お、今度は何？何？デカニャンの成果が出た？え？デカニャンがやらかしちまった。どうした？リバウンド？とにかく一旦こっちに来てくれ。ん？場所か？もちろん桜中央シティのスポーツクラブだ。ん、なるほど。何をやらかしたんだ？なんか、嫌な予感がするだに。ですなぁ。とにかく様子を見に行こっか。まあ行くしかないか。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。